はい、さて、昨日は自民党の総裁選についてのお話だったんですが、今日はその続きをお願いいたします、よろししくお願いします、はい。そうです、ね、昨日は岸田候補についてお話をしまして、えーまあ、あ日本の,この自民党の中に派閥があるわけですが、宏、ま、池、あ、会という池田友人。えー 内閣総理大臣のです、ねえーまあ、派閥、今日まで続いている公知会というのがありまして、これはもう、まあ、名門中の名門の派閥ということで、えー、それを、まあ、引き継いでいらっしゃるということで。えーまあ と同時にまた政治というのはこの顔が必要だということで、岸田さんのこの容姿、顔ですね、これもなかなかいい顔をしてらっしゃるんではないかということ、それからあとは、この自民党の中のいろいろな派閥で誰を支持するかということで、いろいろこれから活動が始まるわけですが。 あそのういう派閥の均衡というんでしょうか、派閥からはですね、えー、岸田さんが一応、うんうん、有望ではないかという、まあ、お話をして、ですね、えー、それから自衛隊の輸送機が、あこ,のまあ、この時間でお話し,しましたように、うん、アフガニスタンに行ってですね、 <laughs> 一人だけ乗せたという,う、まあ、そのこと自体なんかお粗末な話なんですがその裏にはですね、えー、日本の自衛隊法というのがあって、えーまあ、自衛隊機をこの輸送機であれ自衛隊機を外国にですね派遣するにはあその日本人の在日ですねその国にいる日本人の 生命が危機にさらされているということが証明されないとですねえー、動けないというようなまあそういったようなことはですね改めなきゃならないとかなかなかあその現実的なですね、えー、その意見主張を持たれている方だというお話をしたんですねで今日はですねこんな一点で今日はあ河野太郎 死についてお話ししようと思うんですがまあ容姿鍛錬それからあ名門派閥うそれからその他諸々のことから岸田氏のお話を昨日しましたが今日河野太郎さんのお話をしますとまあ岸田氏があそうですね <laughs> うんまあ、私は貴公子みたいだという、まあ、表現をしたんですが、えー、河野太郎氏を表現するならば一言で表現するならばサラブレッドでしょうね、えーえーまあ。おじいさんは有名な河野一郎先生それから <laughs> 河野洋平さん長いこと衆議院議長されてましたが。 あ河野洋平さんがお父さんでですねえそれで、えーまあ、河野太郎さんとこうなるわけですがまあ学歴とか経歴を言えばですね、えー、慶応にほんの短い間なんですが、えー、中退してですねやめて、えー、アメリカに渡りましてまあアメリカでもいろいろ研究機関を歩いたんですが最終的にはジョージタウン大学というところを卒業して学位を取られたと。 いう経験があるわけですねそのジョージタン、えー、大学で勉学中も確かポーランドだったと思いますが当時今のロシアの、まあ、支配力が強い、えー、そしてそれに対する対抗する民主勢力ということがですね、えー、この葛藤があったそういう時期にですね ポーランドに渡って、えー、その後ーポーランドの、まあ、大統領になられた方と親交を深めるとかですね、えー、そのために政権側からあ一時身柄を拘束されることがあったとか、まあ、いろいろですね、えー、ありましてそういう非常に何て言うんでしょうかあ行動的なんですね、えー、ジョージタウン大学で勉強しているその最中にですねそういうまあ あーヨーロッパの,その問題が起こっているところへ飛び込んでいってですね何、えー、か勉強するというそういうですね非常にこう行動力があるということが言えると思いますね。まあ、この大学ジョージタウン大学におられたということ卒業されたということは非常にメリットがあってですね、えー、まあ私もアメリカ長いんですがジョージタウン大学というと名門中の名門でして。 えーまあ、現在の政治家あそれからあ、まあ、政府にいろいろ意見をする、えー、<laughs> アドバイスをする一流シンクタンク、えー、たくさんありますが、えー、そういう中でやはりですねジョージタウン大学の卒業生というのはまあ,あ大きな勢力を持っているわけですね。えー、それだけではなくて諸外国からですねジョージタウン大学にこのまあ それぞれの国の、まあ、名士のご子息さん、えー、政治家のご子息さん財界のご子息さんそういう方がですねそういう方が学生として十字ン大学で勉強しそして国に帰って国の指導者になるというそういう意味での名門なんですね。えー、ですから河野太郎氏もですねここで勉強されて多くのその地域 多くの人と友達になっていたわけですね、えー。ということはアメリカの政界財界にもですね、えー、非常に、まあ、そういう意味では通じるという点とそれから諸外国で言うならば有名な話なんですが河野さんは。 アブドーツラ二世といいましてね、アブドーツラさんというのはヨルダンの国王なんです、現在国王ですね、この方とまあ親友というか非常に仲よくて、外務大臣やられた時ですね、ここへ行って、えー、まあヨルダンといえばパレスチナの難民がどんどん入ってくるところで、まあ、国連も難民の支援をしてますし、まあ、日本からもその支援をするということで、ずいぶん尽くされ、えー、ヨルダン国王からですね、大変な信任が厚いと。 河野さんのもう一つ外務大臣の時の特色というかよくやられたなと思うことは在任中にですね100か国以上の国を訪問してですねつながりを深めるそういう努力をされたということいや本当にあの行動的なんですねえその100か国近いその訪問先があるんですがそのうちの20か国は中東だったとっいうんですから。 非常に中東に力を入れていたということでまた逆に中東でですね信任が厚いということも言えるわけですね、えー、まあこれから先アオガニスタンタリバン政権ができるわけですがかなり紆余曲折があってですね またイランとイスラエルとの間の紛争もですねまた激化する可能性があるとういうことで日本もですねこの中東に河野さんのこの <laughs> 主義はですねそういうややこしい国際問題に頭を突っ込むの歴代の内閣は嫌ってきたんですね。で河野さんはそういうい紛争にに日本が積極的に 首を突っ込んで関与していくということはかえって日本の安全にとって、えー、意義があるんだと意義が深いんだとこういう考え方の方なんですね、えーまあ、だから100か国も回ったんではないかと思うんですがそういう非常に積極的なあこの姿勢、えー、というものがあるという点で,です、ね、国際的な顔としてはです、ね、河野さんの右に出る 人は日本にいないのではないかとあの政治家の話ですが政治家の中でですね河野さんの右に出る者はいないとまあ、そういうようなことがありますですから日本にとってもですね新しい顔としてはですね、えー、非常に期待持てる方ではないかというふうに思っておりますはい松田先生どうもありがとうございましたはい 松田俊夫先生の質問を募集していますラジオ盛岡の送信フォームよりお送りください松田俊夫の中手で勝つ日本復興のためにでした